だ極拳のもかなり優先はやってますからね。そうですね、こちらも AE からキャラを変えずにやってる方なのでかなりの経験値があります。さあ数の子がどう出る。さあ流れを取ってますかね。中足灯籠をきれいに決めた。バックスレゲ回避、中盤鉄山。さあ飛びが入って、飛びがうまく誘って、さあここは刻んでいく。さあしっかり体育取って、数、ね、の子も落ち着いてますよ。さあしっかりグラップ取っていった、しっかりグラップ取っていった。さあめくり鉄山、めくり、マジか。さあ今の距離でめくられちゃうとちょっと嫌ですね。これは嫌ですね。あれだけ決まるんですね。これは相当なめくり鉄山を決めていきました。しゃがみ強パン、しっかり対策してるような動きで、ね、でも今の空対空も対策が見えます。表だった。さあリエージ残り、コマ投げ回避、おお通常投げ。さあ4ゲージのイフンに、さあこれは中パンが刺さってしまい、これがユンですと言わんばかりの中瀬美大でしょ。さあどう、タッチチューパー、タッチチューパン、ジャンプダイパーに勝ってましたね。勝ちましたね、まあ、空対空も勝てば早出しだったっていうこともあるんでしょうが、そうですけど、今のはちょっとかわいそうな感じでしたかね、しましたけど、でも数の子知ってたんでしょうね、はいはいはい、タッチチューパーで勝てるって、しっかりあそこでタッチチューパーですからね。はい、さあ出てくるのは大将花丸花丸キ。花丸キ昨日かなりいい試合をしていたので、ね、はい、してましたね。なかなかの仕上がりぐらいだと思います。さあどうやって勝っていくのか。その A 以来すっかりこの2キャラは因縁対決になりましたね。そうですね、はい、結構今回もうユンに勝ってくれっていう、そうですね、そんな形になりましたね。さあ EX2 を使っていく。さあしっかり距離を見てショットに変えましたね。変えましたね。さあ体育出しづらいところ、さあ空中勝負どころ分かってる、分かってますね。駒投げの使いどころが、さあショーパーショット決める。さあしっかり、うおっとガード間に合っている。さあしっかり詐欺でしたね、最大詐欺でしたね、でしたね。コパーが見えたんでちょっと危ないなと思ったんで、はい、しっかり調べてみました。アパコ遅くらせ、しかしこれはコパンが前捨てたと確定する。さあしっかりコパンを押してますね、押してますね。アパカウルコンは出していく。とりあえず端から抜けるっていうためにも、はい、出していったって感じですね。さあ体力お互いここ五分だが五分になりましたけど、ユンにはやばいですね。ユンのまるで視聴者のようなゲージが溜まっております。セビバックステップ、また同じ駒だけ赤セビ使っていく。これはちょっと花丸的には美味しかったそうですね。結果的には美味しいのではないでしょうか。アパカまだブンバレが EX を使わせて、これは美味しい展開になりましたかね。そうですね、今ちょっと数の子も EX3 賞はすごい選択肢でしたね、はい、ワンチャン行かれちゃうかもしれなかったけど、まあ取っていったのは数の子。さあ花丸がこのゲージ差をうまく利用できるのかっていう、今度は太鼓出していった。さあグラつぶし、さあ花丸が持ってますね、持ってますね、追ってます。いいやつでしょう、数の子っぽいプレーだが、アパカを打つ花丸木、垂直返るが取ったのは数の子、どうなるのか。セーバックステッ投げ返す、アパカを打ってしっかり止めてきましたね。すごい投げ返しが来た。さあ会場が相当喜んでるぞ。喜んでるんですけど、はい、ここでサコイブキが